西武バス反応営業所入口反応営業所所属車両西武バス反応営業所は埼玉県反応市三杉台5丁目4-1に所在する西武バスの営業所である反応市入間市狭山市所沢市などの西武池袋線沿円線地域と東京都を梅市西多摩郡水戸町周辺の路線を所轄する最寄りバス停留所は ミスギダイニュータウン。敷地内には、西武バスの子会社である西武総合企画反応営業所と、西武グループのタクシー会社である西武ハイヤー反応営業所を併設している。2000年から2010年までは西武自動車反応営業所を併設していた。また、秩父地区の一部路線を管轄する西武バス反応営業所がの支所を要していた。本校ではこれらについても扱う。 また本校では、反応営業所に統合されて消滅した、西武バス大梅営業所についても記述する。1989年4月1日、反応駅北口に設けられていた、や山営業所反応支所と、大梅市日向和田三丁目に設けられていた大梅営業所を統合した上で、反応市三杉台へ移転して開設されたのが、現在の反応営業所である。大梅営業所は、 大梅街道沿いの大梅仙宮の平駅と、日向和田駅の中間、和田橋付近に位置していた。また、大梅営業所の跡地の一部には、民間の高齢者介護施設が建設されている。また隣接して、西東京バス大梅営業所の折り返し場が置かれて、いたが、その跡地は、セブンイレブン大梅日向和田三丁目店と、店舗駐車場になっている。1965年頃までは、 青梅営業所は万年橋定流場の場所にあり、日向和田への営業所移転後も折り返し場として使用されていた。旧、反応営業所の跡地は、1992年10月23日に開業した反応駅の駅ビル、西部反応ペッペの敷地の一部として活用された。所管地域である反応、青梅地区の路線の歴史は古く、 昭和初期から、武蔵野鉄道によって運行されていた路線に遡る。その多くは、武蔵野鉄道が独自に開設したのではなく、いくつかの中小事業者の路線を引き継いだものである。現在の西武バスにつながる最古の路線の一つとして、東京府下で1921年に、元橋徳によって開業された武蔵坂板た市町の路線と並び、埼玉の反応地区においても、 1925年に大井八郎によって開業された入間川、豊岡町反応の路線が記録に残されている。この地域で中心的存在であったのが、大梅自動車で、近藤熊寺によって1928年に創業され、1933年には青、大梅反応大梅金子豊岡町、大梅三宅に路線を開業した。当初は近藤が、 運転手で妻が車掌を務め、大梅鉄道に対抗すべく、武蔵野鉄道との格安、乗り継ぎギップを発行していたことなどの記録が、大梅市の歴史資料に残されている。武蔵野鉄道は1930年代に、反応営業所として、反応入間川、反応坂戸の路線を開業、1933年には、反応佐山、豊岡町佐山、 反応阿賀野の,の路線を開業し、翌1934年には阿賀野共同自動車組合を譲り受けして、阿賀野、高麗、坂戸方面にも路線網を広げていった。また1926年に開業した秩父自動車との連絡によって、秩父方面への足も気づいている。1930年代には各地で中小バス事業者の競争が激化するようになり、 1933年、自動車交通事業法が公布され、交通企業の合理化と交通事業の統制を目的として一路線一事業者の原則が示された。こうした、自制化で各地でバス事業者の自主統合への機運が高まり、1936年には現在の西部バスにつながる各路線でも鉄道会社への統合が進んだ。1932年より、 経営難に陥った武蔵野鉄道の経営に、箱根土地が参加。1938年には、戦時統合のため、陸上交通事業調整法が、発布、戦時体制下での交通事業者の統合が進められ、西部においても箱根土地主導での統合が進められた。大梅自動車は、大梅電気鉄道並行路線を同社に譲渡。その後、 武蔵野鉄道は1930年代に大梅自動車を、1940年代には秩父自動車を買収し、大梅、飯能、佐山、秩父エリアに路線網を築くに至った。また、箱根土地の子会社である玉子鉄道は、親会社の路線拡大方針に従い中小バス、事業者を買収したことにより、自社沿線のみならず、村山箱根が先を埋め、 川越豊岡町箱根ヶ崎廃島の路線を支柱に収めた上、西部バスの母体となった東浦自動車を参加に収めることとなった。武蔵野鉄道は1940年に玉子鉄道を合併。戦時中は路線の急廃止や車両の来年化なども余儀なくされた。終戦直後の1945年9月22日、武蔵野鉄道が旧、 西武鉄道を合併する形で、西武農業鉄道が発足、翌1946年11月15日には、現社名の西武鉄道へ、社名変更した。バス事業の統合も箱根土地主導で行われ、1946年3月に、統合母体となる東浦自動車を、武蔵野自動車と解消した上で、同年6月に、 西武農業鉄道へ統合された各鉄道会社のバス路線を譲り受けして一社に統合した。翌1947年2月には本社を所沢へ移転し、同年11月に西武自動車へ社名変更、戦後の西武バスの歴史がスタートした。西武自動車発足後の1948年以降は各地で路線の復旧が開始された。大梅 反応地区では1948年に反応駒川坂戸の路線が新設された。1950年代から1960年代にかけては路線新設が続き、1953年に大梅立川、1958年に大梅成木、1960年に大梅小作、大梅狭山湖、1962年に反応殴り森瓦の路線を新設した。 1961年には、豊岡町、小河内ダム間の急行運転を開始、大宮反応、立川反応、豊岡町の長距離路線が開業するなど、急速に路線網を拡張していった。1969年4月には社名を、西武バスに変更している。1970年代から全国的に、バス事業は低迷期に入り、西武バスでは、 再産性の悪い青梅営業所の路線を整理することとなった。また旧、反応営業所管内でも、青梅立川の路線を、当時の立川営業所と共同運行していたが、それらの長距離路線もモータリゼーションによって、定時運行が困難になり廃止された。西部バスでは、この時期に、青梅箱根が先、箱根が先拝島からも撤退している。百七十五年三月、 西武バスは、大梅吉野、上の、うわ梅、小牧町、吹上げ、大梅う小作方面の路線を廃止。都営バス、大梅支所が運行を引き継いだ。西武バス大梅営業所管内では、反応駅、入間市駅発着系統を残すのみとなり、路線網を縮小した。同1975年、旧反応営業所は、 狭山大団地そばに開設された、狭山営業所の支所となり、狭山営業所反応支所として、以下の3路線を、青梅営業所との共感で担当した。1989年4月1日、反応駅の京定駅社化と南口開設に伴い、狭山営業所反応支所反応駅北口から、反応市三杉台へ移転の上、お梅営業所と統合して、現行の新、 反応営業所を発足させた。これにより、同年3月31日をもって、大梅営業所は廃止され、西部日向田車庫は閉鎖された。大梅営業所の車両は、新、反応営業所へ転属し、ナンバープレートが、多摩、八王子ナンバーから、所沢ナンバーへ変更された。1995年1月16日、国際工業バス西浦和営業所川越分社庫 管轄であった日高市の高萩駅周辺の路線撤退により、西武バス反応営業所と川越営業所が国際工業バスの路線運行を引き継いだ。2001年3月16日の路線再編により、新反応営業所に残っていた大梅駅発着の2、系統も、奇襲店が川辺駅、東大梅駅に変更され、西武バスは、 青梅営業所発祥の地であった青梅駅から撤退した。現在、西武バスの路線は青梅駅に乗り入れていない。2006年4月1日、高萩駅周辺を運行する飯53.53 53から1系統、国際工業バスから移管された高萩1.0203系統がイーグルバスへ移管された。2008年7月18日より、川越営業所、 鞘山営業所管内と同時に、パスもスイカの利用を開始。これにより、西武バスの一般路線全線において交通系、IC カードでの乗車が可能となった。現、反応営業所及び、反応駅南口の開設とともに設定された。三杉台地区の山の上へ移転した反応営業所から、反応駅発着の各系統の出入路線としても機能する。 阪能駅北口発着路線が鞘山営業所管轄となって数年2015年3月末現在の出入小平は阪能駅、岩井堂、東大梅駅、川辺駅の飯41系統関連のみとなっている。飯20沿線には住宅地の他に企業の研修所があるため日中でも比較的高頻度で運行されている。 大河原工業団地への足としても機能し始め、2014年のダイヤ改正以降、日中時間帯を中心に増便が続いている。開通当初から5時台の死者と23時台の終車までの運行を実施していることに加え、国際工業バス反応営業所から日高地区の路線を移管されてからは、運行時間帯をさらに拡大し、出入港を兼ねた運行本数の増改もあって、 利便性の高い路線となった。2017年3月25日より、メシ22系統が運行開始された。2017年11月1日から、大河原工業団地東は、UA キャスター前へ、名称変更となった。大梅自動車によって開設された反応大梅の路線をベースとする歴史の古い路線で、柳川、細木地区を走った最初の路線。 遅ぎ号氏によれば、戦前から終戦直後までの状況について、当初は本数が多く期待されたが、後に時間の不正確さや戦時中の来年車、運行、追加数回に減便されたことに対する利用者の不満が高まった。しかし、と A バスの開通による競争で改善されるようになったと記されている。戦前の反応を多め線は、 反応昭和四年表によれば畑トンネルを経由していたが戦後になってから西部がこの経路での運行を廃止したため1955年に国際工業バス反応営業所の前身である名栗臨在交通が反応駅、間野線を開通させトンネル経由の運行を復活させたということである1989年3月31日までメシ41は お梅営業所が管轄していた。1987年10月1日より都営バスに合わせ、柳川、岩井道において平日の一部時間帯を除きフリー乗降制の運用を開始。並行して時に二輪車のすり抜け防止を目的とした蛍光灯式の乗降中ランプを西武バス一般路線車では初めて取り付け始めた。 その以前から東大梅柳川岩井道では梅74、梅76との共通定期券の取り扱いを行っている。なお、西武バスでは唯一のフリー乗降制を導入している。平成以降、大梅川の発着点は長らく大梅駅であったが2001年3月16日に川辺駅発着へ切り替えられた。川辺は都市機能の集積化を目的とした。 整備事業が進行中で、大梅市内において特に発展の著しい地区である。川辺駅発着へ変更した当初は、川辺駅発着の飯41も大梅街道から、一旦外れ、東大梅駅にある水ズ銀行ン出入口前に、設けられた、東大梅駅北口停留所を経由していたが、2007年11月16日より、経由していない。飯42は、 見杉台緑橋、岩井道を改装でで入庫する。近年は東大梅駅北口発着の飯41-1の運行がメインで川べき南口まで向かう飯41は平日19時台に一往復のみの運行となっている。2019年10月1日、飯41沿線の西多摩保健所前バス停が保健所が 東大梅5丁目から東大梅1丁目に移転したため、諸岡町3丁目に改称された。三井アウトレットパークイルマ大正末期に、栗原マスチなる人物によって開業した、鞘山自動車商会の豊岡町駅箱根ヶ崎廃島線を起源とする。栗原の路線は、この付近において、埼玉県と多摩地域を結ぶ数少ない交通手段の一つとして始まったが、 1931年に八甲線が開通すると鉄道との競争のために、旅重なる値下げを余儀なくされ、徐々に経営困難に陥った。これを1935年に玉子鉄道が買収したことで、西部との関係が始まった。1938年には、灰島から八王子へ延伸されたが、当時は灰島橋が未開通だったため、 灰島の渡しで船にバスを乗せて多摩川を渡っていたとの記録が残されている。終戦後は八王子への運行が廃止されて立川へ延伸したものの定時性確保のために箱根ヶ崎を境に折り返し運行される便数が増えていき、1970年代には完全に分割され箱根ヶ崎以南が廃止された。大梅営業所の管轄だった頃は、 本線である入試31は1時間に1本運行されていて、出入庫として農協前から箱根ヶ崎駅の運行が1往復ある程度であった。1995年1月16日には入試31から1を日本儀地蔵まで入試31から2を入間市博物館までそれぞれ延長した。後年設定された入試十一から三大津女子大学行は、 同大学狭山大キャンパスへのスクールバスの保管を目的に日本基地倉前最終便の行き先を振り分けて設定された。営業終了後は大妻女子大学からそのまま北上して駿河台大学脇を通り東京都道埼玉県道195号富岡入間線へ出て緑橋から三杉台へ向かっていた。この大妻ダイヤは二0十五年三月十一日終車を 持って運行終了し、代替としてダイヤが入試31から1に割り振られた。当路線は沿線に武蔵工業団地、佐山台工業団地などの工業団地や流通センターが多いため、一定数の運行本数が設定され、遅めの終車時刻が確保されている路線だった。2008年4月10日、宝屋ガラス工場後に大型ショッピングセンター。 三井アウトレットパークイルマが開業すると、アクセス路線として、入試30、入試30から1、入試30から2が新設された。これらの路線は船久保工場、宮寺北でアウトレット構内の停留所を経由する。4月30日には、宮寺北停留所が、三井アウトレットパーク前に、解消、人事委員前停留所が、人事委員研修所に解消された。 同年7月16日には、アウトレット構内に入るまでの渋滞対策として、構内に入らない入試30から4を、と休日の午前に新設したほか、土の午前10時台に直行系統が設定され、入間市駅アウトレット間は、毎時5本の運行で、利便性の高い路線となり、路線利用者が、従来の約3倍に増える結果となった。午後の入間市駅方面は、 全便アウトレット構内経由になり、アウトレット構内折り返し便以外の日本技方面は、構内に入らなくなる。12月16日には、入試30から5、入試30から3へ、系統番号変更、入試30から6が新設され、入試30から4が休止された。入間市駅アウトレット間は、西武バス公式サイトで表示、閲覧できるバス時刻表の他に、 臨時便が運行され、土休日の午後には臨時便を合わせて1時間あたり6から7本運行されている時間帯もある。だが、土休日を中心に国道16号がアウトレットパークへの入場待ちで渋滞し、定時運行が困難となっている。渋滞は、県王道を入る前インターチェンジ出口の通過待ち車両が本線上にまでつながる時もある。一方で、 箱根ヶ崎駅発着便は1日4から5往復である。工日の小手礼さんと共に、西多摩郡水穂町内の大人普通運賃は初乗り100円となっている。2017年3月25日改正より、土休日の入間市駅発、アウトレット方向に限り、準急系統の運行を開始した。入間市駅発車後は、東金湖までは、各停留所に停車。 人事院研修所と船久保工場前を通過する。2018年10月1日より、大妻女子大学狭山大キャンパス跡地に、同年7月18日に竣工した中村屋武蔵工場への通勤輸送として、入試42、入試52、入試62が新設された。合わせて、系統番号の改番が行われ、アウトレットパーク構内経由は40番台、 国道16号上のアウトレットパーク前停留所経由は50番台、工業団地経由は60番台にそれぞれ変更された。入試52はかつての入試31から3の事実上の復活となった。大梅自動車時代から続く歴史ある路線。戦前は大梅自動車時代から武蔵野鉄道との連絡切符を発行して東京市外から大梅、 奥多摩方面への観光ルートの役割を果たし、中央本線を埋め電気鉄道経路との競争も繰り広げられた。かつては、入間市駅、今井文庫万年橋、吉野、御嶽といった大梅駅をまたいだ運行形態が主体だったが、1971年6月、出入小便を除き、大梅駅を境に運行系統が分割された。 大梅駅伊勢は、吉野御武館を廃止した後、1975年4月に、東京都交通局に譲渡された。1989年4月1日、大梅営業所廃止に伴い西部、日向田,田車庫発着を廃止し、入試33から1を新設。東京都道、埼玉県道218号日本義販能船を経由して、 反応営業所への改装室入港を行う。後に、隣の南方停留所の位置を調整して、南方発着とした。2001年3月16日、東大梅大梅機関は、飯41と共に廃止された。入試32系統は、川辺駅北口への乗り入れを開始し、同時に、払い前川辺駅北口の区間便を新設し、大梅市側利用者に便宜を図っている。 一方で、野上伊勢は大幅に減便され、2014年現在、東尾梅駅北口まで向かう、入試32は、土休日一往復のみの運行となっている。JA 西東京川辺北口で、都営バスと共通定期券を取り扱っている。金子駅発着の入試34系統は、出入コロ線ではなく、入間市駅から金子駅で折り返して、 入間市駅に戻るというダイヤである。これに対し、金子駅まで数百メートルの距離にある金子駅入口発着のコテレエナの系統は、出入庫路線であるため、金子駅前へは乗り入れない。長く1日1往復の運行であったが、2014年のダイヤ改正により、1日に往復の運行となった。2017年12月現在、平日1往復。 と休日に往復となっている。定時運行が難しくなっていた、所沢営業所管轄の所13を改正して、成立した。所沢入間バイパス工事に合わせて、第6点、北の周りの経路と、国立病院、佐山川海駅周りの経路を同時に新設した。所13は、大正末期に、元橋栄一が開業した所沢箱根ヶ崎。 小梅の路線を起源とする古い路線で、元橋の路線は、武蔵の自動車と呼ばれたが、こちらは、小梅自動車と異なり、旧、西武鉄道を経由して、西武自動車に引き継がれた。所沢営業所から移管された当初は、車両運用の都合上、中型車で運行されていたが、平日朝ラッシュ時の第6手周りは、所沢駅からの路線バスが多数運行されていた。 有等路線を引き継いだために、満員状態での運行を余儀なくされていた。後年の改正で、小手差し地区の西部バスは、反応営業所管轄がメインとなり、一般大型車の運用も見られるようになった。小手礼7は、反応営業所への出入古路線で、小手差し駅方面は、早朝、金子駅入口方面は午後と夜間の未数本の運行。多くは、見過ぎ台。 宮寺西を改装する。宮寺西にはバスが数台止められるスペースがある。所沢管轄の小手礼に、西武総合企画の小手差し駅、総大所沢キャンパスのスクールバス救済のため、一時期小手六点零七で、総大経由の小手零六から一点零七から一が運行されていた。二千九年九月十六日の大夜ヤ改税以降、本線の小手差し駅箱根ヶ崎駅は、 運行本数が減少傾向にあり、現在は、土休日に、片道一本のみの運行になった。このため、西埼玉中央病院方面へのアクセス確保として、小手レ級小手レ級から1、小手10が運行開始されている。2016年3月26日の改正で、小手レ61、小手差し駅、内手線が新設された。武士ニュータウン線は、 入間市にある西部池袋線物資駅と、同市北部の物資ニュータウンを結ぶ路線であり、開通は1983年である。住宅地と駅を結ぶ性格に加え、新興工業地域への通勤の足としての使命も、合わせ持っている。物資ニュータウン南の停留所名は設定当初は、案内所前であった。1989年4月1日の反応営業所開設時に、 営業所のある三杉台と、物資駅の間の出入コロ線で、東京都道、埼玉県道195号富岡入間線を通る、物資例に、物資駅安い岩淵三杉台小学校、三杉台ニュータウンが開業した。2010年12月1日の西武自動車と西武バスとの合併に伴い、道路線も西武バスの運行に移管された。二0 1一年十一月十六日に、 不祉令一は、反応営業所から鞘山営業所へ移管された。2012年6月30日のダイヤ改正時に、金曜のみ、運行の深夜バスが設定されたが、2019年3月16日の、ダイヤ改正で廃止となり、同時に約7年半ぶりに、反応営業所担当へ戻る形となった。 2008年4月10日に開業した三井アウトレットパークへの従業員輸送を目的に同年12月16日に武蔵藤沢駅からの便が新設された。ただし、運行は朝ラッシュ時のアウトレット方面1便と夜間の武蔵藤沢方面1便の運行で利用に際しては注意が必要である。2009年4月25日の改正で運行区間はそのままで。 系統番号のみ変更された。ショッピングモール、メッツァビレッジの開業に伴い、国際工業バスとの共同運行で2018年11月8日、運行開始。西武バスの定期券や1日乗車券は、使用不可。かつて、西武バス反応営業所には、子会社である、西武自動車の反応営業所も併設されており、西武バスより2001年に、 武士ニュータウン線に系統を譲渡され運行していた。1989年4月、秩父地区を運行していた西武バス秩父営業所、管轄路線のうち、小賀野線、西武秩父駅小賀野役場小賀野車庫線が、西武秩父バスへ譲渡された。以後段階的に、西武バス秩父営業所の諸葛路線が、西武秩父バスへ譲渡された。1994年1月16日、 サダミネ線、西武秩父駅サダミネ線と三沢線、西武秩父駅マイナス中、三沢みなの駅線の譲渡と同時に西武バス秩父、営業所は廃止され、小川の車庫敷地内に西武バス反応営業所、小川支所を設置。滋賀坂線、倉尾線、上吉田線、吉田線を担当した。バスのナンバープレートは、秩父地区管轄の熊谷ナンバーから、 反応市管轄の所沢ナンバーへ登録変更された。数年後に、小賀野市所管轄路線もすべて西部秩父バスの管轄となり、西部バス反応営業所小賀野支所は廃止された。停留所名称は廃止当時の名称とする。1975年3月末時点では、下記路線も大梅営業所が担当していた。当時は、系統番号がなく、路線図などでも路線名で案内していた。 1975年4月、成木線、7日市上線は、都営バス埋め76系統に移管され、1985年まで、上成木吉野間の通し、運転を行っていた。1975年8月、小作線は、北大門を境に、西側が、都営バス埋め77系統、東側が、西東京バス市を10系統、市を14系統に、 再編の上で遺憾された。以下の路線は反応営業所開設時に廃止された。かつては西武バスの他の営業所と同様に富士重工製車体を仮装した日産ディーゼル製の車両を導入してきた。1998年に西武バスがイスズ自動車製の車両を導入再開すると同時に反応営業所ではイスズキュービックが導入された。 2000年からイスズエルが2001年からイスズエルガミオが導入されるようになり2003年を最後に日産ディーゼル製車両の申請配置は行われなくなった。しかしその後、新座営業所や滝山営業所、所沢営業所、小平営業所などからノンステップ車が転属してきたため西日本車体工業製車体を仮装した車両も配置されている。 西武バスの他の営業所より遅れて、2012年から三菱そ装、エアロスターが配置され、反応営業所では約3年ぶりの新車導入となった。2016年5月からは行き先表示機がフルカラー LED の車両が登場している。ありがとうございます。